ナスタックとエサノピ500指数は史上最高値を更新した後、木曜日は比較的静かな動きを見せた。ダウ工業株は0.2%の上昇。エサノピ500は0.02%の下落。ナスタックは0.1%下落した。金曜日に雇用統計が控えていることもあり、投資家は様子見モード。出来高はナスタックで減少し、エサノピ500で増加した。小型株のラッセル2000は0.7%下落し、水曜日の1.5%の上昇の大部分を失ったが、50日同位金銭は維持した。米原油価格は2%上昇。 上昇し、1バレル75ドル55セント。アメリカ10年債利回りは1ベーシスポイント低下の4.28%。これで6日続落。ビックス指数は12.58と落ち着いている。フィアンドグリードインデックスは恐怖に近いニュートラルを指しています。最近は米国経済に暗雲が立ち込める中、投資家は記録的なペースで資金を引き上げているんです。バンコバアメリカによると、彼らの顧客は5週連続で米国株を大量に売り越しているということ。特に先週は57億ドルの売り。 越しで昨年7月以来の売り越しだった指数が史上最高値を更新している中多くの投資家買っているのではなく売っているんです特にハイテク株は先週バンコブアメリカ市場2番目の売り越しを記録したということほんの数ヶ月前にウォール街を魅了したマグニフィセントセブンの熱狂とは対照的である こういったデータは逆指標とも言われています。投資家が楽観的になりすぎて、買い越しが圧倒的に多くなっている時が一番警戒しないといけないです。今のように売り越しが出ているというのは決して悪いニュースではないんです。多くの投資家が警戒していればいるほど株価は下がりにくいから。 昨夜発表された失業保険申請件数は22.9万件と4週間ぶりの高水準に上昇した。しかし、解雇が加速する兆候はまだほとんど見られなかった。今年1月から5月期の人員削減は前年同期比で7.6%も減少している。一方、4月の求人件数は予想以上に減少し、求職者1人当たりの求人数は2021年6月以来の最低水準となった。つまり企業はそれほど多くの労働者を雇用しているわけではないが、同時に多くの雇用を削減している わけででもないんです売り上げはまだかなり好調で優秀な人材はなかなか見つからないため企業には人員削減のインセンティブはほとんどないようだ。 今日の個別銘柄を見ると n v i d i a 一時過去最高値を更新した後1.1%安と反転した昨夜は AI 半導体市場での優位性について連邦規制当局の調査に直面する可能性があるとの報道を受け下落したまたジェンセンフアン CEO は以前発表した計画の一環として株式の一部を売却する計画を明らかにした今日は高値から始まり陰線で終わりましたけれども僕の警戒していたこの時に出したような前日の要請を包み込むようなベアリッシュリバーサルそれは出なかったです NVIDIA は時価総額3兆2600億ドルで取引を終えた一方アポーは0.7%下落で時価総額2兆9800億ドルに落ち込んだマイクロソフトは0.1%高時価総額は3兆1540億ドルで1位を維持しているダウ工業株の中ではセールスフォースが2.6%アマゾンが 2%, が2上昇し指数を牽引したアマゾンは50日同意金銭を脱回短い加工トレンドをブレイクアウトした 現在、アマゾン以外にも、シポトレ、ピンタレスト、ASML、ブッキングホールディングス、ノボノルディスク、スポティファイは、カイゾーンの付近で取引されていると、IBD は注目している。e ーム株のゲームストップは木曜日、e ーム投資家のキース・ギル氏が YouTube イベントを発表したことで47、47%の急騰を見せた。同社の決算は来週火曜日に予定されている。 ヨガパンツのルルレモンは予想を上回る決算を発表し、ガイダンスを引き上げたことで4.8%上昇した。一方、昨日急騰した半導体株は今日は下落。マイクロンは2.7%、マーベルは2.4%、クオルコムは1.2%の下落を見せた。一方、ライドシェアで僕もバイトしていたリフトは初の投資家向け説明会を開催。楽観的な長期見通しを示し1、1%上昇した。同社は2027年まで予約総数が毎年15%増加すると予想している。このニュースを受け、ライバルの ウーバーは4.6%上昇した最近の Uber ーーの株価はこんな感じ。今年の2月頃から下落していたんですけれども、ようやく再び上昇し、50日同平金銭まで戻ってきました。 5ドル以下で商品を販売するディスカウントストア5ビローの株価は10%急落した。昨日は予想よりも悪い市販機決算を発表し、インフレが低所得層の顧客に打撃を与えたとしてガイダンスを引き下げた。同社の株価は今年もうすでに45%も下落している。ダラージェネラルの株価も冴えないですけれども、ここ最近ディスカウントストア調子が悪いです。 今朝はサムサラとドキュサインが決算発表しました。共にほぼ予想通りのガイダンスを発表。ドキュサインは10億ドルの自社株買いも発表した。しかし、両ソフトウェア株は時間外で6%以上急落している。 ついに、利下げサイクルの開始だ。欧州中央銀行 ECB は昨夜、金利を0.25%引き下げ、歴史的な一連の利上げサイクルを逆転させ始めた。そしてアメリカの FRB との政策格差を広げた。ECB は使用金利を4%から3.75%に引き下げると発表、約5年ぶりの利下げとなった。今回の利下げは投資家と世界経済にとって重要な瞬間。最近の金融政策の転換点を示すものであり、高い借り入れコストに直面してきた家計、負債を抱える 企業に救済が近づいていいてるるというシグナルを送るものだまた今回の利下げは ECB と FRB を異なる軌道に乗せる可能性があり欧米間の借り入れコストの格差を拡大させるこれは短期的には欧州の成長を押し上げるかもしれないがこの格差は特に ECB の仕事を複雑にする可能性もある ECB のクリスティン・ラガード総裁は記者会見でインフレ率は来年まで目標の2%を上回る可能性が高いと述べた ECB の今年と来年のインフレ見通しは上方修正されたラガード総 アイド総裁は今後の金利動向について、具体的なことはほとんど語らず、すべては今後のデータ次第だと強調した。今後数ヶ月の間に利下げを継続する可能性は高いが、非常に不透明なのは利下げのスピードと時間だと彼女は述べた。投資家は世界の中央銀行間の乖離を注意深く監視している。帰りはしばしば資産市場や為替市場に波及する。米中央銀行の FRB は来週の政策決定会合で金利を据え置くと予想されている。 過去2年間の急激な利上げにもかかわらず、米国の経済成長は底堅いことが証明されている。一方、欧州経済は去年後半から大きく失速している。元 ECB 交換のダーク氏は、ECB は自分自身を追い詰めたと語っている。ECB が今後、さらに利下げを行い、FRB が金利を据え置くというシナリオは、欧州にとって輸入コストを押し上げ、ユーロ圏のインフレ率を上昇させるリスクがある。そうなれば、なかなか追加利下げをするのは難しくなる。欧州経済のさらなる緩和 が遅れる可能性があると指摘したんです根本的な経済活動は欧州よりも米国の方がまだはるかに強固だと述べた ECB の他ではスイススウェーデンカナダの中央銀行が今年すでに利下げを行っているまた投資家はイングランド銀行による11月までの利下げを完全に織り込んでいる一方日銀はそもそも利上げサイクルに参加していなかったのでちょっと別です ウォーレン・バフェットの教え。ウォーレン・バフェットは投資に長期的な時間軸を持ち、持続可能な収益力を持つ企業を買うことを提唱している。しかし、一般投資家に対しては、S&P500 に連動する低コストのインデックスの購入を常に進めています。彼は以前このように述べています。全体として、米国のビジネスは長期にわたり、素晴らしい業績を上げてきたし、今後もそうだろう。しかし、プロでない人は個別株を選ぶ必要はない。むしろ全体として、うまくいくはずの事業を幅広く所有するべきだ。低コストの S&P500、 インンデックスファンドがこの目標を達成してくれるだろうウォーレン・バフェットは10年前遺言で現金の10%を短期国債に90%を低コストの S&P500 インデックスファンドに投資するよう指示していることを明らかにしたちなみに彼はヴァンガードのものを提案しているまた彼はウォール街のプロのマネーマネージャーやアドバイザーに関し彼らは様々な投資商品を進めるインセンティブを与えられており彼らが市場に勝つことはほとんどないというのが実情だと述べた優秀な営業マンであることが報酬を生む業界である 我々は認識しなななければならない彼は市場の動きの大部分は恐怖や貪欲といった感情に左右されるものであり数学や高い IQ は必ずしも助けにならないと考えている高い知識はかえって危険でありそのままにしておいた方がいい道を歩むことになる私はただ明らかに他のものよりも優れていて私が理解できるものを見るだけだ 失ったものは取り戻さない。バフェットは過去に不運な投資をしてしまった人にとっては次に進むことが最良の選択だと考えている。投資において非常に重要な原則は損をした時にそれを取り返す必要はないということ。実際損をしたやり方で取り戻そうとするのは大抵失敗する。 衰退ビジネスから離れるバフェットは若い頃、シガーバッツと呼ばれるような、安くて評判が悪い企業をよく買っていたそうです。彼は問題を抱えた企業を大幅なディスカウントで買うことを、一服だけ残っているハマキの吸い殻を拾うことに例えた。ハマキの吸い殻は不格好でぐちゃぐちゃかもしれないが、その一服は無料だと述べた。その後、彼の長年のパートナーであったチャーリー漫画の影響を受け、バフェットはシガーバッツのような企業を買うことは、長期的には有益ではないことを理解するようになった。そこそこの事業を割安で買う より素晴らしい事業をそこそこの価格で買った方がずっといいとチャーリーマンガーはウォーレンバフェットに伝えた。バフェットは2012年にこう語っている。事業が衰退していると本当に思うなら、大抵の場合は避けるべきだ。本当に儲かるのは成長企業に投資することであり、そこに焦点を当てるべきだ。バフェットは現在もチャーリーマンガーからの教えを大切にし、適正価格で購入できる素晴らしいビジネスを見つけ投資している。それを繰り返してきたことで彼はバークシャーハサウェイを小さな織物工場から8000近い 企業へと変貌させたんです。